早急派のね、平松さんもおられますし、まあ奥江さんもおられますしね、巨人キラーの、まあその人が目標に、はい、そう してない。かなり自分で、これで箱根の森も何年目ですかね。もう2年目なんですけどね、だいぶ慣れてきたんです。自分の考えてるった額と球団の言ってきた額とどれぐらいの開きありますか。全然あるじゃない、1000万、契約効果ですね。長期決戦ですよ。存在感っていうのが大事だというのが、サインした原因なんですけどね。